グロスター公爵ヘンリー王子は、イギリスの王族、軍人、グロスター公爵、アルスター伯爵、カローデン男爵、第11代オーストラリア総督、当時奥公だったジョージ王子と、非、メアリーの三男として、ノーホークのサンドリンガムで誕生した、兄に、エドワード8世、ジョージ6世、姉に、ハーウッド伯爵夫人、メアリー、弟に、ケント公ジョージらがいる。 同年5月17日に、ウィンザー城のプライベートチャペルで、ウィンチェスター大主教であるランドル・デイビッドソンによって、洗礼を施され、ビクトリア城、ドイツ皇帝ビルヘルム2世位、ベアトリス王女、ハノーハー王大使ヒトゥーラ、ノルウェー王妃モード、ギリシャ王子、ゲオルギオス、アスローン博、アレグサンダー・ケンブリッジ、ロバーツ博、フレデリック・ロバーツらが大父母となった。 1913年からイートン校で学び、卒業後の1919 19年には、他の兄弟とは対照的にサンドハースと王立陸軍士官学校に入学、陸軍軍人となり、1937年の大役まで第10景気兵連隊の将校を務めた。第二次世界大戦が始まると軍に復帰し、主席連絡将校を務めた。 1955年には陸軍元水、1958年には空軍元水に任ぜられた。1928年にグロスター港に除され、1930年にはエチオピア皇帝、ハイレセラシエの戴冠式に出席するため、アディス・アベバに赴いた。1929年には日本を訪れ、5月5日に靖国神社に参拝したほか、明治神宮や陸軍奈良市の演習場、 京都、神戸などを訪問している。1936年、長兄エドワード8世の予期せぬ大位で大位についた、時系長寿6世は、もし自分に不測の事態が起こり死ぬようなことがあり、まだ年派もいかない、エリザベス王女が即位するような事態となったら、摂政として補佐してほしいとヘンリーに頼み、イギリスを離れないように要求していた、オーストラリア総督時代のグロスタ公爵夫妻の、 記念日って1944年、オーストラリア労働党政権の首相ジョン・カーティンと懇意にしていたため、オーストラリア総督就任を依頼された。カーティン自身は、総督職をオーストラリア人にさせるべきとの持論の持ち主だったが、第二次世界大戦中だったため王族が総督になる方が得策と考えた。オーストラリアのイギリス離れを封じるためと、オーストラリア守備の必要性からであった。 もともと、他の兄弟に比べて容姿にコンプレックスを抱えていたこともあって内気で人前に出るのが苦手だった。彼はオーストラリア国民に好かれなかったが、公爵夫人アリスは好印象を与え、夫の負のイメージを和らげた。1945年にカーティンが亡くなり、戦争が終結すると、ヘンリーは1947年3月に人気を残して職を辞し、帰国した。 第二次世界大戦以降も、1949年に兄王の代理として南アフリカを訪問するなど、夫人と共に海外歴訪を含む公務をこなし続け、1954年にはグレー放送員の大倉京に任ぜられた。だが、晩年は脳卒中に倒れ、1972年の長慶ウィンザー公の葬儀にも出席できず、同年8月28日には、 長男ウィリアムが飛行機事故で急性するなど不幸が相次いだ。1974年6月10日に74歳で死去。ジョージ5世の子供たちの中では最も高年まで生きた。グロスター行為は次男のリチャード王子が継ぐこととなった。1935年発行の100カナダドル紙幣に肖像が使用されている。1935年11月6日。 バクルー校及びクイーンズベリ校、ジョン・モンタギューダ・ダグラス・スコットの娘アリス・クリスタベル、モンタギューダ・ダグラス・スコットと結婚、妻との間に二難を設けた、グロスター校ヘンリーの紋章外国勲章ウィキメディア、コモンズには、ヘンリーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。